皆さん、こんにちは。科海地域一ン実践会地域一ンプロデューサーの中沢ゆ太郎と申します。本日はですね、情報提供の仕組みか、どのような資料が必要なのか、そして捨てられない資料の3つのポイントについてお話ししていきたいなというふうに思います。科海地域一ン実践会は、北は北海道から南は沖縄までですね、現在約400人様ほどクランスさんを抱えておりまして、私は現在20人様ほどを担当させていただいております。規模としましては、1億から9億のクラスの委員さんまでを担当させていただいておりまして、幅広くですね、 さささんををせせててててていいいいたたただだおおりりまます2021年に関ししは新人スタッフ研修の講師を担当今日はですね、この情報提供の仕組み化についてお話ししていきたいなというふうに思いますけれども、やはり異業収入が上がっている院、そしてリコールがしっかり増えている院ですね、あとは自費が上がっている院については、この情報提供の仕組み化がですね、やっぱりしっかり整っているように思います。例えばですね、情報提供がちゃんとしてなければ、そもそもですね、患者様が自費と保険の違いを知ることもなければ、メンテナンスになぜ通うのか もうからないわけですよね知る機会さえなければ増えることはないということになりますのでやはり継続的に来院する患者さんも増えなければファン患者さんも増えないというわけです今日はですねこういったうまくいっている歯科医院ですね情報提供の仕組みを整っている医院の3つのポイントについてお話ししていきたいなというふうに思います歯科医地域一番実践会ではですね YouTube チャンネルを開設しておりまして今日のようなテーマだけではなくてマーケティングであれば新刊、自費リコール、マネジメントであればですね スタッフのモチベーションであったりとか採用などテーマに沿ってですね有料級のコンテンツを配信しておりますまだあのチャンネル登録が進まれてない方に関してはぜひあの概要欄にも書いてありますのでチェックしていただければなというふうに思いますでは今日のテーマに入っていきますけれども先生の委員ではですねどのような資料が委員にまずありますでしょうかそもそも資料はなぜ必要なんでしょうかということですよねこれをパッと答えられるかということですけれどもそもそもですねやはり診療の中で限られた時間の中で患者様に伝える情報 あると思うんですけどもやはり言葉だけだとなかなか伝わらないということなんですよね例えば補鉄物をま検討しますと、ね、説明をして患者様があちょっと家族と検討しますという風になった時に家に帰るわけですよねじゃあ先生だったりとかねスタッフさんが説明したことを患者さんがちゃんと家族に伝えられるかというとなかなか難しいわけですよねなのでやはり資料であったりとかもう今はですね YouTube まさにこの YouTube ですけれども先生が自費のプレゼンをしたものをですね QR コードであったり とか LINE とですね繋がっていれば LINE でですね YouTube の,の URL を送りしてそのプレゼントを見てもらうみたいなもう委員さんも出てきたりしてますもうで IT 化ですよねなのでやはりそういった情報提供をいかにできるかっていうのは非常に重要になってくるというわけですまあ、自分の委員ですよねやはり先生の委員の特徴ね他の委員との差別化そしてご提案した内容そういったものをしっかり形にしていかないとやはりなかなか今後はですね難しくなってくるんじゃないかなという風うに思いますよく委員であるのは業者 様がががねねあああの持っってててきいていただいて資料とかが、ね、飾るる場合があるんですけどもどうですかね結構外国人のね顔の写真があったりとかしますよね。やはり日本人と違うんであんま親近感がわからなかったりとか、うちの委員のちょっとコンセプトであったりとか、伝えたいことと若干違かったりするというのはあるんじゃないかなというふうに思います。なので、できるだければオリジナルの資料を用いながらですね、者様に提供するということがいいかなというふうに思います。では、捨てられないパンフレットの渡し方ね、ねポイントについてお話し していきたいなという風に思いますけれども先生の院ではお渡しどういう風にしてますでしょうか僕のクライアントさんでもお伺いしたら初期の頃にですねミーティングでまこういった話をしていくんですけども今どういう資料があるのって聞いた時に例えば刺繍病の資料があるとしますとじゃどういう風に渡してるのって聞いたらまやはり説明してお渡ししているという風にお答えする院さんがま結構多いかなという風に思いますでもこれだとやっぱ捨てられてしまうんですよねじゃあどうしたらいいかっていうまずファーストステップとしては説明して渡すではなくてちゃんとこの パンフレットににに書き込むとということは非常に重要になります3つのポイントをお伝えしていきたいなというふうに思いますけれどもまず必ず資料に関しては患者様に伝えたい内容を書き込む丸をするということですよねそして資料に関しては名前を付けてください中澤さんの注意点 みたいな形で、名前を必ず書きながら説明してお渡ししてっていう流れを作るということですね。で、できれば最後ですね、マーカーをつけて抑揚をつける、まあ、強調させるということですけども、この3点をやはり情報提供がうまくいっているインさんは必ずルール化されているということです。例えばですね、こういった形ですね、僕のクライアントだと、ね、左上に何々様用というふうに書いてますけれども、 航空内写真であったりとか、レントゲン写真ありますよね。そして書き込んでいるっていうのはわかるかなというふうに思います。あなただけの資料ですよというふうに書いているわけですよね。これだと自分に対してのメッセージということなので捨てないと。 いうことです。これがあればですね、先ほどお話しした家族と検討するときも、今日配信さん行って、まあ、先生であったりとかスタッフさんから、まあ、こういう話があったんだよというように説明できるわけですよね。これがあるとないと全然違うということです。でやはり先ほどお話ししたオリジナルの委員の資料ですね。このクライアントさんだと、やはりメタルフリーっていうのを委員のテーマにしてますんで、まあ、ちゃんとオリジナルの省例を用いた形で用意をしているということですね。このファーストステップとしては、やはりお渡しするところから書き込むというステップに進んでいけると、 情報提供の質も変わってくるんじゃなないいいかなという,ふうに思います例えば、この歯周の資料をね、先ほどお話ししたミーティングの中で、これができる、書き込むことができるようになったら、次はね、このメタルフリーの資料を渡していこう、みたいな形にしていくわけですね。中澤さんの場合は、この症例に似ているので、ここ読んどいてもらっていいですかという形でお,お伝えをする。その時に多分ポイントなのは、ただこの資料を渡すではなくて、ちゃんと開いてですね、ここの部分ちょっと読んどいてもらっていいですかという形で、開いて渡す。ね、ここ小さいポイント ですけども結構大事なんですよ、ね、ただ渡すだけだとゴミ箱行きなわけですよね。例えば、チアで待ってる時であったりとか、待、ま、ち、あ、室で開いて、これちょっとお読みになってお待ちくださいというだけで、金田さんは渡されたらもう読むしかないというわけなんで、まあ、そういったようなこういう細かいルールっていうのも非常に情報提供 の仕組み化をするときにはですね、非常に重要になっていくのかなというふうに思います。で、まあ、こういった資料を用意しながらですね、例えば、このメタルフリーの資料だとですね、この真ん中にですね、ガルバニー電流というふうに書いてますけども、例えば、患者さんから質問されるわけですよね。このガルバニー電流って何ですかってなったときに、スタッフさんが答えられなかった場合ですね、ちょっと先生確認してきますねっていう場合は、必ずですね、まあ、ステップ2ですけども、患者様から質問されたことは、ミーティングだったりとかですね、まあ、テスト形式にしながら、全体の知識 アップに繋げていくことは非常に重要ですやはりよくあるのが特定の人しか情報提供できないってなるとやはり数が限られてくるわけですよねなのでこの全体が例えば質問されたときに答えられることができれば情報提供の質も上がっていき数も増えていきそしてカウンセリングの数も上がっていくというようなサイクルを作ることができますのでこのような形でステップアップできるといいかなという風うに思いますで、僕のクライアントだとですねどのタイミングで何を渡すのかというのもミーティングで決めたりしてますね非常に若い かかりやすすいいいなという,ふうに思います初心ではこれを渡す。セカンドなどこれを渡す。初心ではうちの委員のコンセプトを分かってもらうような資料を作って渡そう。リコール前は、やっぱり定期検診の重要性を伝えるために定期検診のパンフレットを渡そう。みたいな形で決めていくと。 いうわけですよねで先ほどお話しした通り予防のパンフレットであればお渡しする時に丸をつけたりとかねこうメモを書き込んで渡ししていくあとは自費と保険の違いよく聞かれたりするのでちゃんとオリジナルの資料を用意してですね比較を用いたりするとね非常に分かりやすいかなという風に思いますでここからですねちょっとここはテクニックの部分になるんですけども僕のクライアントでやってる部分で言うとまあ、問診票の上にですねスマイルチェックシートというようなまシートを用意していますまあ、これ何かというと患者様の歯に対する意識 ね、気になるポイントっていうのをですね、まあ、書いてもらうようにしてるんですね書いてもらうと特に7番ですよね患者様が今何を気にしてるのかっていうのを事前に確認できるようにしておくということなんですね例えばこのビューティーのところに歯の色と 書いてますよね。例えばこれチェックしてあれば僕らも伝えやすいわけですよね。何も情報がないまま、例えばホワイトニング資料を渡してもなんか営業かけられてるなっていう風に思うわけですよね。ただ、事前にこういったところにチェックをしていれば、あ、中澤さんとちょっとこのところにチェックがあったので、ちょっと詳しくお話聞かせてもらっていいですか？という風うに会話ができるわけです。会話のきっかけにもなりますし、そういった理由を聞ければ、あじゃあうちはちょっとホワイトニングもやってまして、よかったらこの資料をお渡ししておきますね。っていう形の情報。提供 企業の形ができてくるというわけですよねこういったところも仕組み化になってきますのでぜひまだやってない委員さんであれば参考にしていただけるといいかなというふうに思いますあともう一点ですね先生の委員だと保証書は活用されてますでしょうかこれ結構重要なんですけどもやり時期が決まった患者さんに関してはやはり継続して来ていただきたいわけですよね保証期間というのも委員様によってはおそらくあると思いますので、まあ、期間は違いますけれども必ずこういったような資料も用意しておくということですねやっぱり期間によって患者様のこの再生料 違ってくるるかなととといいいうふうに思いますすけけれども条件をつけるということですよね3ヶ月から4ヶ月ごとのやっぱりクリーニングでちゃんと見させてくださいねという形で、条件をつけて患者さんに説明をするということによって、やはり患者さんもリコールに来てくれるというような仕組みをしっかり作ることが非常に重要かなというふうに思います。やはり情報提供の仕組み化として、あえて抑えておかないといけないポイントとしては、新規、そして既存。 リコール、慈悲。慈悲に関しては、新規からですね、慈悲につながる、新規の患者さんから慈悲につながるケースもあるんですけども、リコールに来ていただい,ていただ患者様が、信頼関係公式ができた状態で、やはり慈悲につながるというケースが一番、ケースとしては非常にいいかなというふうに思いますので、この流れをどう作れるかっていうのが非常にポイントになってくるかなというふうに思います。で、資料の方をね、用意していけると、僕のクライアントだと、まあ、しっかり患者さんは何を渡したのかっていうのもちゃんと管理できた方がいいかなということで、まあ、カルテでったりとか、何の資料をいつ渡し たかっていうところをですすねチェックするよういったま管理表も進んでいくと重要になってくるかなというふうに思いますので参考にしてみます。やはり、いかに情報提供を仕組み化できるかっていうことは非常に重要です。やはり、まあ全額系のね症例に関しても、ケースが決まることっていうのは、やっぱり、まあ、新規の方もいるけれども、見てるとですね、1年ぐらいやっぱかかってくるわけです。この1年の中で信頼関係を繋なぎながら、情報提供をいかにこうしていける かっていうのは非常ににポイントななってくるかなと思います主にやはりまあ1年間既存の患者様であれば DH さんの活躍っていうのは非常に重要になってくるかなと思いますのでその会話の中でしっかりと情報提供そしてオリジナル資料を持ってですね用意して何かあった時に渡せるというような仕組みをいかに作れるかが非常に重要かなというふうに思います今日お話し,したやはり情報提供の方を いかにちゃんと仕組みとして作ることができるかっていうのは非常に重要なわけですね。まあ、ファーストステップでお話しした渡し方ですね。渡すんで書き込んでいく。そして、委員全体の知識アップをすることによって情報提供の回数を上げていく。そして、カウンセリングの数を増やす流れに持っていくと。 いうことですよね。あとは、細かい部分ですね。保証書であったりとか、とオリジナル資料を用いながら、しっかりと段階のステップを上げていくことによって、この情報提供の方ができてくるということなので、ぜひですね、今、先生の委員の中で、できていなかったこと、できていたことあるかなと思いますので、参考にしていただいて、委員の仕組み化につなげていただければな、というふうに思います。今、歯科医院地域1万実践会とは YouTube だけではなくて、LINE 公式アカウントもしております。LINE 公式アカウントに登録してた方限定での情報っていうのもね、盛りだくさん。 え、配信してますんで、まあ、こういった形ですね、登録していただくと6日間の無料ゼミという形でコンテンツを見ることができますので、まだお済みでない方いらっしゃいましたら、まあ、概要欄も含めてありますんで、ぜひ、え、登録のほどよろしくお願いいたします。いつもですね、司会に近い1万1000回一一の YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。いいね、コメント、動画の拡散もしていただきありがとうございます。今後もですね、引き続き有料級のコンテンツをですね、配信していきたいなというふうに思いますので、ぜひ、機会があれば、え、視聴していただければなというふうに思います。本日は、ありがとうございました。